皆さん、こんにちは。ウッズスパウディアシューンズ株式会社営業部ポポです。初と呼んでください。MK チャンネルへようこそ。私たちのチャンネルでは、ソフトウェアテストと AI 開発におけるデータアニメーションに関する情報を発信しています。もし、私たちのチャンネルに興味を持っていただけましたら、チャンネル登録と動画へのいいねをお願いいたします。機械学習に使用したい大量のデータをお持ちですか？現在ほとんどの作業は社内で行っているけれど、単純作業の割合を減らしてチームにもっと戦略的な業務に集中してほしいですか？現在データアノテーション作業のアウトソーシングを考えていて懸念点がありますか？もしそうした状況ならば、この動画のシリーズはあなたにぴったりです。このシリーズの5本のビデオを中止して、データアノテーション作業を適切にアウトソーシングするための重要な要素を説明します。データアノテーション作業を提供している会社の観点からだけではなく、建設保証会社の観点から様々な知識と経験をシェアしていきたいので、多面的な情報を提供できると思います。今日は AI のデータセットを準備するときに考慮をしなければならない一つの側面、データ編集についてご紹介します。まずデータ編集とは何かを調べていきましょう。簡単に言うと、データ編集とは与えられたデータが目的に適しているかどうかの評価です。 AI のデータに関してなぜ編集と問題があるでしょうか？大量のデータにアクセスできれば十分でしょうか？固定は NO です。 AI システムの最終的な目的に関係なく、人工知能の開発を促進する機械学習アルゴリズムにとって、全ての種類のデータや全てのデータソースが有用であるとは限りません。データ編集は不精度、劣化性、完全性、適時性、整合性によって決定されます。データ編集はなぜ重要なのでしょう？例えば、間違ったラベルが付けられた車線の画像を使って自動車運転者用のコンピュータービジョンシステムをトレーニングすると、そのシステムは大きな事故を引き起こす可能性があります。正確なアルゴリズムを開発するには、熟練したあのデータによってラベル付けされた高品質のトレーニングデータが必要です。多くの企業にデータアノテーションサービスを提供してきた経験の中で、機械学習プロジェクトのデータアノテーション品質に影響を与える3つのアノテータの条件を見つけました。それは知識と経験、柔軟性およびコミュニケーションです。最高品質のデータを得るには、アノテータはあなたがサービスを提供している業界の主要な詳細と、彼らの仕事があなたが解決している問題にどのように関連しているかを知っている必要があります。例えばトマトの画像アノテーションをする人々は、そのデータがトマトの収穫をサポートする AI システムの開発に使用されることが分かっている場合、各トマトのサイズ、色、状態にもっと注意を払います。データアノテーションチームはエンドユーザーのニーズ、製品の変更、または新製品の追加に適応する変更を組み込む柔軟性を備える必要があります。柔軟なデータアノテーションチームはデータ量、タスクの複雑さ、タスクの期間の変更に対応できます。モデルのテストおよび検証フェーズで学習した内容に基づいて、アノテーションチームが迅速に対応し、ワークフローを変更する必要があります。この反復的な作業を行うには、アノテーションチームと直接やり取りをするのは重要です。 AI 事業を成功させるには高品質のトレーニングデータが必要です。 AI 事業を始める前にデータ編集に注意を払い、その投資に対するリターンを実現しましょう。